皆さんありがとうございます今日はいつもより30分早いもんですから、まだこれからお見えになる方があると思いますが、今日ちょうどですね、ブラジルから日本へ2年間留学しとって、そしてその帰りに、ここを見学にして約1週間ほどここにおりますが、末吉っていう青年が来ましたので、皆さんちょっとご紹介します。で、末吉君はですね、この前ちょっと申しましたように、おばあさんがね、日本語しかわからない、ブラジル語わからないもんだから、小さい時に、なんかブラジル語喋るとおばあちゃんが、なこと言ったってわからんって言ってね、こう頑張ってね、日本語言いなさいって言って頑張って、それでそのためにね、仕方なく日本語言って、その時きついおばあちゃんだなと思ったって言うんですよ。もうそういうのがね、今幸せになってね、それで日本語を知っとったおかげで留学ができたと。で、今になって非常に喜んで感謝してるんですけどね。だから小さい時に、小さい時からやっぱり家庭で日本語を喋らすっていうことがね、やっぱりその人の非常に幸せになることである。で、またブラジル、まあこちらでもそうでしょうけど、ブラジルではですね、やはり日本語を知ってるっていうことがね、就職に大変違うんです。日本人が多いですからね。で、そういう意味で、まあ末吉君は今度帰って行く時に、まあ、こう寄ってここの様子を見てブラジルで報告するそうでございますから、今日は来ましたのでちょっとご紹介します。ちょっと日本人離れした顔してますけど純粋な日本人ですから、親は決して混ざっておりませんのでその点だけはどうぞ一つ、あれですけど、本当にね、日本人離れした顔しておりますけど、日本人の子孫でございますから、どうぞそのつもりで聞いてあげて、はい、どうぞありがとうございます。ありがとうございます。ただいまご紹介にあつかりました末吉正盛と申します。2年前ブラジル、おととしですね、ブラジルから、東京へ留学生として2年間ほど勉強させていただいて、まあ、本部の方、本部で研修させていただいて、本部内では青年局あるいは国際局、の方でいろいろと勉強させていただいて、それ以外に、世界青年普及協会の方でも、5ヶ月間ほど研修させていただきまして、いよいよ2年の留学を終えさせていただいて、で、この帰りの途中に、まあ、ハワイ、あるいはもう、この聖地の絵は全世界に広まる聖地の絵ですので、各ハワイ、あるいはロサンゼルス、メキシコ、ペルーにもございます聖地の絵の方を、見学させていただいて、まあ、こちらでも皆様と共に、本当のわずかな期間ですけど、一緒に勉強させていただいて、でまたブラジルへ帰って伝道本部の方で役に立ちたいと思っていますので、今回皆様と共に、出会えることによって心から、感謝いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。くれぐれもくれぐれよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。それ先言うと皆さんこうあれするかと思いましたけど、私の息子の嫁の弟でございますのでそれだけは、それで今度来たら、まあ、私のところで、まあ、世話してやろうと思って今思ってまして、で兄弟9人の長男ですね。そして、もう向こうでは聖経を読んだりね、信仰更新、日本語でね、練習会の信仰したりね、いろんなことやるように練習してきたんです。だから今度はブラジル帰って非常に役に立つと思うんですね。日本語でもうお経を読んだり何でもできるんですね。初め来た時はとてもこれはもうどうなるかと思ったぐらいでしたけどね、やっぱりこれからますます、この間ね、この人が書いてるの文章を見てね、本当に日本人の皆さんは幸せだってことを書いてね、谷口先生が日本にいらっしゃることで、それを聞けるだけでも、先生にお会いできるだけでも幸せじゃないかっていうことを書いてるんですね。日本語を知ってるっていうことは、
先生のご本を直接読めるだけでもありがたいじゃないかと。本当にそうですね。まあ私は日本へ留学して勉強して、これから成長の世を伝えてもらうブラジルの一つの大きな石になってもらいたいと思って、今思っております。どうもありがとうございました。それではこれから本論に移ります。幸福を得るためにっていう、そこですか。219ページ、ここですね。間違いないと思いますが、どうでしょうか。生命の実相は、読めば読むほど新しいものを感じ、深い真理を教えられる、まことに神秘的な聖典です。これはもう間違いないですね。神秘的な聖典では。生命の実相、全40巻を読み終わりまして、また1巻から読み始めました。1巻はもう、100回も読んでいるはずなんですが、また新しい真理を教えられて、驚きと喜びを感じております。で、そのまず第一にね、これは37巻ですね。明るい心を持つにはどうしたらよいでしょうか。これはね、皆さんに私たびたび申し上げるんですが、どんなにね、他に知恵があっても素晴らしいことがあっても、明るさを忘れた人っていうものはね、幸せになれないんです。神様と波長がないんですね。神は光ですからね。まあ実相を光だとしますとね、この世界になんか悪いものがあると、現象っていうものをね、こう現象のいろんな問題にぶつかりますとね、成長ねは皆さんがね、現象は本来ないっていうことをね、考える時でもね、ないっていうとね、ちょっと初め孫つくんですけどね、どういうふうに考えたらいいかっていうとね、現象は心の現れであるっていうふうに考えていただいたらいいんですね。現象は心の影でね、心が変わったら現象は変わっていくんです。現象のものはね、変わっていくようなものは本当にあるものじゃないんです。そういうふうな意味に考えていただいたらね。だから心が変わったらね、いくらでも今まで不幸せな人が幸せになったりね、病気がね健康になったりするような世界ってものはね、そういう不幸なんて本当にあるものじゃないんですね。それはね、なぜかというと真理を知らないだけなんです。だから迷いっていうものはね、だから迷いが、迷いの話をするとね、迷いはどっから来たんですかってよく聞かれますね。迷い、どうしてそんな迷いなんてあるんですかって言われるでしょ。これは私が成長の絵の講師をしとって、もう何回申し上げたけど、これよく覚えたけどね、皆さんが本当に迷いはどっから来たってこう聞かれたらね、困りますよ。私が人の前でみんな迷いの話をしてたら、先生その迷いってどっから来たんですかって聞かれて、はっ困った、私はどっから来たかなと思って考えたら、分からないでしょうからね。だからね、迷いはどっから来たかって言われると分からない。それは迷いは本来、ないんですよ。どっから来たかっていうことはあると思ってるから、どっから来たっていう質問が出るわけです。迷いっていうのはね、真理を知らない姿なんです。だから聖教の中にね、真相を知らざるを迷いという、本当のことを知らないのを迷いというと書いてあるでしょ。迷いってものを知るのはね、本当のことを知らないのが迷いなんですね。だから本当のことをさえ知ればね、迷いってのはね、雲のように消えていくんです。スーッと消えていってしまうんですね。だから明るさを持つためにはね、その影がない光の中入っていかないと。それでね、闇をね、闇があるじゃないかっていうけどね、闇はね、光のない状態が闇なんです。闇があるんじゃないんです。光がね、ない時をね、闇っていうんですね。そこのところ皆さんよく知ってください。だから光と闇とね、真理と迷い、光と影、そういうふうに覚えていただいたらね、だからこの現実の世界にどんな嫌なことが起こってきてもね、本来それは光が現れてない姿であり、真理の現れてない姿であって、本当の姿でなくて迷いの姿が現れている。迷いっていうのは何かっていうと、真相を知らざる本当のことを知らないから迷いっていうんだってね。だから私たちがもう地上がどんなに雨降っとっても、その雲の向こうには太陽が照ってるって先生が言われて書いたんですね。私はあれを読んでそうだなと思ってて、谷口先生のお供をしてね、日本の羽田がちょうど先生が出発された日、雨が降ってたんですよ。そしてこれ、その時に
これはね、日本の人がみんなね、先生が外国へしばらく行かんの悲しんだから雨が降ったんだねなんて言ってね、僕たち話してね、で雨が降ってザーザー降ってて、で飛行場から飛行機がシューッと上がってしばらくして雲を突き抜けたらパーッと太陽がこう輝いてるんですね。その時に先生のおっしゃることは、谷木先生のそば行って、やっぱり下は雨降ってましても上は素晴らしい太陽が輝いてますねって言ったら、僕はいつも書いてる通りだろって言われてね本当なんですね。そういうものがね、私たちがもうね、どんなに曇ってるように見えてもね、それはもう太陽は常に照ってるけれどもね、その間に雲という迷いみたいなものがあるとね、明るさを失われるんです、人間はね。だからここに雲があるじゃないかって言うけど、雲っていうのはこう雲の厚さによってね、その光がどの程度現れてくるかっていうことで、その心の中にこれが迷いですよ。だから本当の光を見ることのできないものが迷いですね。本当の光を見えないようにしてしまうわけです、迷いっていうのは。だから迷ってみてごらん、もういろんなことがね、もうくしゃ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 してしまいますよ。もうこの野郎、あの人は悪い人だと思ってみたらいいとこ見えないね。悪いとこばっかしゃくさって見えてくるね、こう。もうこのくそったりかっていうのはね、まあもういいとこ見えないでしょ。惚れたらまた見ないよ、いいとこ見えるね、惚れたらどうしてまああの人あんなにいいんだろうかと思うでしょ。ところが尺に座ったらいいとか人とも見えないでしょ。それはどういう心かというと、何も惚れてみたって嫌いで見たって同じ人間ですよ。相手はこっちの見る心が違うだけだ。私たちでも成長に入るまでは、まあね、やるのもうしょうないやろだなと思ってたら、成長に入ってみたら何も向こうが悪いのにこっちが悪かったねもういい人だっていうことが分かってきたんですね。だから人間はね、その自分のこの迷いでものを見たらね、ここで迷いを通して太陽を見たらね、太陽が見えないと同じようにね、雲を通して太陽を見たら見えないと同じように、この常にね、どんなことがあってもね、雨が降っててもね、この世の中が嫌なことがあっても、この奥にはね、神様の命があるんだと、光があるんだっていうことをね、信じるっていうことがね、そうするとね、ここはどんな迷いがあったってね、ああこれは迷いなんだから、そのうち私の迷いがなくなったら光が出てくると思ってるら楽でいいですよ。皆さん、雨が降ってね、まあロスアンゼルスっていうとか雨の降らんとこですね、僕はびっくりした本当降らんですね。もうこっち来てから雨3遍ぐらいしかないね、本当びっくりしたね。日本だったら雨がじゃー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 、朝からね、3日も4日も続いて洪水なんかになるでしょ。そうするとこの雲を見てね、この雲いつ抜くだろうかと思うんですよ。しかしね、いつ抜くだろうかと思うけど、雲がね、永遠に閉じ込めてるなんてことないよね。必ず抜くでしょ。どんなに雨が降ったってね、大概の人はね、長いか短いかだけで必ずこの雲は晴れるって信じてるでしょ。だから生きていられるんですよ。雲がね、晴れないと思ったらもう生きるの嫌になるね、これは。朝から晩まで雨ばっか降ってたんだよね。だから皆さんもね、どんな嫌なことがあってもね、その嫌なことはね、ただね、雲がね、今こう閉じ込めてるようなもんなんだからね、その雲は必ず消えて、その向こうには太陽があるんだっていうことをね、知っていただく。それがね、もうここに明るい心を持つ一番元なんです。ではその次ね、ここに先生が書いてるとこ、書いてらっしゃるとこ読みましょう。明るい心を持つには何事が起こっても怒らぬということである。ご注意しておいてください怒らんでいられりゃ調子がいいわね何事が起こっても怒らぬということであると書いてあるね。何事が起こっても悲しまぬということであると書いてある素晴らしいね。もうそれからね、何事が起こっても失望せぬということである。何事が起こっても怒らず悲しまず失望せぬためには、起こったことはもう済んだと知ることである。まあこれは簡単だね、こうなると殴られて腹立つけどね、殴られたのも済んでからあと腹立ったんでしょ。殴られた瞬間に腹立ってまだずっとあと残しとるね。あらまあしつこい人がいますよ。30年ぐらい腹立ってる人ね、怒ったらもうそれ止まらん人がいる。あらもうね、あの人にああいう目に遭うたってね、まあ年を取るとまたそういうのが長くね覚えとるね
同じことを何遍でも言いたがるね、こう。あれで嫌われるんですよ。もうね、しつこくなるのね。まあ僕もそうならないようにと思って苦労しようんですがね。もうね、だからいつも僕が言うんだけど、年を取るとね、まあこっちの人はみんな元気だけれども、日本の年寄りはね、足が立たないなるのね。足腰動かないなんて口ばっか達者になってね。で、人の悪口言うから嫌われるのね、これ。そしてね、この、そうでなくてね、年を取っててもね、自分の過去のいいことを思い出してね、それで あんな時ああしてよかった、あの人はこんなに親切にしてくれたと、あんたのと言ってね、そういうふうに考えたら人生楽しいんですよ。野球の監督で有名な早稲田の監督しとった人がね、この人とが成長年なんです。で、私その人と一緒に食事食べたらね、とっても若々しくて元気でね、会社の社長してるんですよ今。それでね、その人に、あんたは若いですね、どうしてそんなに若々して元気なんですかって言ったら、僕はね、昔のね、野球やっとった時のね、勝ったりね、もう気持ちの良かったいいことだけ思い出すことにしてるんだと。負けたり悔しかったことはみんな忘れることにしてるんだっていうんですね。これはいいなと思ってね、なじゃあね、嫌だったことはね、もうすぐ忘れるんですかって、もう私はね、いいこといつも思い出すんだって、先いいこと思い出してるとね、自然に悪いことは消えていくってこう言ってましたよ。だからね、僕の人生は楽しいよって言うんですよ。もうね、僕が若い時からずっといいことを思い出したらニコニコ笑ってないんだから、こんな楽なことないって言うんですね。こういう人はね、幸せな人ですよ、皆さん。昔、過去にね、嫌なこともありました。人からいじめられたこともある、裏切られたこともあります。ここで幸せな良かったこと、悪いこととこう、比べてみるでしょ。こっちがいいことで、こっちが悪いことだったら、大体考えてみれば同じぐらいあるんですよ。それで悪いことを忘れちゃって、いいことだけ思い出したら、これ人生幸せですわね。ところが、こっち忘れて、こっちばっか思い出す人があるからね。こっちの方ばっか思い出すのはね、これは地下へ潜り込んだようなもんですよ、こういう人は。闇の中歩いてるようなもんで、自分がね、苦しいんです。人にあんなにされた、あんなにされたって言ってね、人にこうされたりね、腹が立ったことをいつまでも覚えてるとね、結局自分が苦しいんです。だからここでね、皆さんね、何事が起こってもね、それはもう済んだことだと知ることである。これ20ぐらい赤引いておいてください。20ぐらい。もうね、そうなんですよ。今のもね、僕の話はね、もう済んだのね。で、この次また始まっていくわけだね。で、この済んだと思うことだっていうのはね、これをどういうふうにね、谷先生は言っておられるかというと、過去はないっていうんです。過去はない。過去はないんです。今しかないんです。過去はないんですからね。そのどんな嫌なことがあったって、そんなことはね、自分の魂を清めるためにね、鍛えるための人との問題であったんですよ。どんな嫌なことがあったってね、それはね、自分の魂を清めて、いわゆる鍛えるためであったんだと思ったらね、人間はね、嫌なことにぶつかってね、苦労することのように見えるけどね、そういう苦労することによってね、その人の魂っていうのはぐーっと伸びていくんですよ。だからね、鉄槌でこう鍛えられてるようなもんですからね。だからね、あんまり楽な生活ばっかりしてる人はね、ウドの大木みたいなもんでね、いつ折れるかわからないね。温室の花だって僕はよく言うんです。温室の花はね、寒い風に当たったらいっぺんにダメになってしまうね。だから私はね、中国のね、シナンの中国行ってたけどね、まあいわゆる中国人っていうのはね、シナ人ですね、あの人たちはたくましいですね。まあ、僕はもう本当にね、あの人たちと話をしてね、いろんな話をしたり、いろんなことを聞いたけどね、まあね、中国の人のたくましさってものはね、我々日本人が温室の花だと思いましたね。もっともっと人間が大きくならないからですね。ある私のね、満州国の大臣をしてたね、人が、秘書がね、もうこの大臣には教えられるって言ってね、秘書の日本人が私に言ってくれた話があります。あのね、それはね、日本、世界中にね、もう数が少ないというようなね、もう党も党か20しかないだろうっていうのはね、おそらく品には1つか2しかないだろうっていうのはね、そんな珍しい時計を持っておられたんです、その大臣が。これ誰かからプレゼントされて持ってたと思います。大臣ですから、そういう時計も。ところがある日それがなくなったんですね。そしたらね、そこいつも遊びに来るね、そのよその大臣の秘書がね、それ持ってるって言うんですよ。それでね、その世界中に滅多にないような時計ですからね、その秘書がいつも出入りしてるのを持ってたら、
我々その日本人のすぐ、あの野郎やりやがったと思うよね。あ、それでね、その今の秘書がね、日本人の秘書がね、大臣に言ったって言うんですよ。大臣があれはね、あの時計をね、あの人が持ってるわね、あれは盗まれたんじゃないか、あの人は盗んだんじゃないか、ちょっと向こうの大臣にね、交渉してごらんなさいってこう言ったって言うんですよ。その大臣、そしたらその大臣が、普段あんまり怒らん大臣が、もうその日本人の秘書、あんた何者かって言われたんですよね。冗談じゃないって言って、時計はね、なくなったらまた買おうと思い買えるんだよと。しかしもしこれをね、その向こうの人に言って本当に盗んでる、盗んだんだっていうことが分かったらね、その相手のね、大臣と自分とはもうこれでお互いに交際がなくなるでしょと。それは向こうは恥ずかしいから私のところでもうよくなくなる、自分の秘書を盗んだなんてことだったら、いや、友達と付き合いなくなってくるよと。もしそうでなかったら今度は私は恥ずかしくてその友達のところ行けないよと。嘘であっても本当であったってそんなことを言い出して、もし時計たった一つのことでお互いの何十年という友情がね、それで時計一つで壊れてしまうんだったら、時計をなくなった方がずっといいって言ったって言うんですよ。こら素晴らしいですね。私はね、その人の話聞いてね、俺なんかとてもダメだと思ってね、すぐ言うね、これ、こら俺のやつは盗んだじゃないか、これはめったにない時計だぞ、これやろう、お前持ってたんじゃないかなって言いたくなるね。もう本当にそういう話を聞いたらおおらかですね。時計がね、何千万する、例えばそれが10万ドルする時計であってもね、その時計がなくなることよりも友情がなくなる方の方が怖いっていうんです。お互い同士のね、親密な友情っていうものはね、物じゃ買えないって言ってね、その人が言った。こういうところおおらかですね、皆さんね。そのようなおおらかな気持ちになるとね、これは腹を立てない心ですよ。私はね、この人といろんな話して、ずいぶんいろんなことで教えられましたね。こういうの、中国の人にね。ですからね、こういう、この人なんか、その人なんか悟ったんですよね。もう何が起こってもポーっとしてね、中国式な顔してこう、ポーっとして、私が働くと忙しいのね、なんかちょこ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 人って。もうなんとも言えない、おっとした感じなんですね。大人っていうそうでしょうね、大きい大臣って、大人と書くけど向こうじゃ大臣って言うんですね。大きな人だっていう大臣、僕ら商人ですね、これはやっぱり。ちょこ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 してね、なんか人の悪いとこあったらちょこちょこっとこう探して、まあそういう人間はね、まあ小商人だね、これ。しかしロスへ来てるとみんないいね、ポーっとして。もう済んだと思ってるのか忘れたのか、それとも腹が立たんのか、何とも言えませんよ。日本よりずっといいね、日本人が素晴らしい。このそーっとボケたようなところはいいですね。もう何とも言えませんわ。おおらかにね、それはもうやっぱり大陸に住むとそうですね。それでなきゃいけません。それでまたここのね、もうすでにね、何事が起こっても怒らず悲しまず失望せぬためには、起こったことはもう済んだのだと知ることである。済んだのだと知ってまだ腹立ってる人があるのね。済んだんですけれどって言って腹立ってるね。だからね、この人間っていうのはね、もうこの昔のことを今へ持ってきて腹立ってるんです。そうでしょ、もう済んだのにそれを今の心へ持ってきて腹立ってる。今の心ってのは念です。これがね、念というのは面白いでしょ。今の心と書いて、これが念です。これが今の心と書いて念ですね。今の心まで持ってきて腹立ててるわけです。もう済んだということは過去はないということですからね。だからそれからまたそういう人に限って先のことをまた今へ持ってきて心配したもんね。持ち越し苦労と取り越し苦労と両方してるわけですよ。昔のものをいっぱい持ってきて、先のことまた持ってきて苦労してるからね、もう非常にくたびれるわけですよ。だからもう今しかないんだと、谷井先生がいつもおっしゃるように、今を生きようと、明日のこと考えなさ、そんなこと考えなくても今をね、思い切って生きなさいっていうことですね。過去はないんだと、取り越しをしなさんなということ、今を生きなさいっていうことね、これが人生の一番楽しいことですよ。はい、その次に行きましょう。去年の暮れはもう起こったから済んだのである、済んだからこそ新しい年が来たのである。そうですね。いつまでもね、新しい年が
もう昔の年のことばっかり思うとったら新しい年は来ないわけですね。住んだからこそ新しい年が来たのである。木枯らしに散る葉があるからこそ春に美しい若葉の美が称えられるのである。これは素晴らしいですね。木枯らしに散る葉があるからこそ春に美しい若葉の美が称えられるのである。天地一心悪しきことは未だかつて一つも起こらなかったし、これからも起こらない。それはすべて一新していく姿である。新しくなるための姿だということをね、これ皆さんね、一つこう最後のところにまず通じておいてください。悪しきことは未だかつて一つも起こらなかったし、これからも起こらない。それはすべて一新していく姿である。これはね、人間の体はね、やっぱり同じことなんです。私たちは習いますけどね、新陳代謝って言ってね、人間の体はね、昨日の顔とね、今日の顔と同じような顔しとるけどね、違うんですよ。これね、ろうそくの火を見てください。ろうそくがこうあってもね、こう火が燃えてるでしょ。炎が燃えてるとね、同じ炎のように見えるけどね、これはいつも新しい油が燃えてるんですよ。一つも同じ炎は燃えてないんです。それで今燃えた炎がもう済んで、新しい炎が燃えてるんです。人間の皆さんの顔でもね、昨日の顔と今日の顔はもう違うんですよ。そのお水も飲んでおしっこも出てるでしょ。もうそれだけ違うとるわけですよ。顔だってね、おしっこだけの話じゃない、うんこも出ましたけどね、今さらそんなことはいいけど、それよりもね、顔のね、この皮膚なんかでもね、どん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 剥けてるんです。それが赤っていうんですよ。風呂入ってね、こすってみたら赤が出るっていうのはね、あれ剥けていくんです。あれ剥けないで溜まってくるのは大変だから年を取ったらこんなん溜まるよ、こんなん。もうわしの赤がね、2寸ぐらいついたらって言ったらね、もうこれは大変ですよ。もうね、そういうものがね、どん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 消えていくからこそね、だから血液でもね、もうこれはね、一日に何億って新しいものが生まれ変わっていくって言われてるんですね。血液の赤血球でもどん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 死んで新しくなっていくんです。新しいものが製造されてるんですね。そうしていくことによって生きているんです。だからね、新陳代謝がなくなって、新しいものがに、ね、新しいものがね、でき新しいものと古いものですね、それが入れ替わっていくっていうことがね、これが人生ですよ。だから過去のことはね、全部もう済んだことであって、それは新しくなるための姿であると、こう思ってください。だから生まれ変わる姿なんですね。だからそういうふうに思ったら、もう人生ってのはね、どんな嫌なことが起こったって、ああこれはね、私が生まれ変わるためにね、こうなったんだ、こういうことがあったんだっていうふうにこう思われたらいいんですね。そうすると楽しいですよ。だからね、あんまりくよくよしないんでね、過去のことがどんなことがあったって、そういうことくよくよしないでね、新しい方にこう進んでいかれたらいいんですよ。どん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 ね、自分というものはね、もうこれからどん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 ね、新しく生まれ変わっていってるんだと。一心天地一心、全てのものが生まれ変わってるんだということね。だから昨日の体と今日の体は違うんですよ。それで面白いね、もう人間の顔っていうのは60歳ぐらいになるとちゃんと60ぐらいの顔になるね。30ぐらいになると30ぐらいの顔してるね。同じもの食ってんのよ家族みんなでね、子供も大人もおじいちゃんもおばあちゃんもみんな同じもの食って、顔が違うのなぜでしょう。これその食べたものを年よりはね、自分の年に応じて並べてんのね、ちゃんと。私は60だと思うと、やっぱり60ぐらいの顔に並べるわけ。だからちょっとこう並べ替えて、和子を並べ替えれば若返るちゅうたいね。だからそういうふうにこう若返ることもできるんですね。で、谷口先生が本当にね、この皮膚でも何でもね、生まれ変わっていくんだっていうことをね、もうよくおっしゃいますですね。それだから皆さんね、昨日ね、あざがあったから今日もあると思うのは間違いだって言われる。昨日のあざは消えたっていいんだっていうことをね、言われるわけです。それなかなか消えんねえところがまだあると思ってるから消えないんでしょうね。これもう肉体は本来ないんだっていうことでじっと祈ってらっしゃる。谷口先生が言われたことありますよ。僕の顔にはね、老人性斑点がないだろう。斑点っていうのはですね、年を取るとこうブツ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 黒いものが出てくるんです。こうあれはね、新陳代謝が弱った証拠です。こう入れ替わりがね、こう弱ってくるとああいうカスが残るんです。
だ皆さんなるべく出した方がいいよ、こうちゃっちゃちゃちゃっとね、こう出すことを恐れちゃいけないね。腐るわけですよ、水でもそのままね、だから入れて出せばね腐らないわけですから、まあそういうふうにね、私たちはだから若返りはね、若返りするためには新陳代謝を良くしたらいいっていうね、医学ではそう言われるんです。だからあの水をね、まあ例えばいろんな場合なんかでも水を飲んでね、どんどんこう水でもって体をね洗っていけば、例えばあの皆さんのお子さんなんかでエキゼーマがあったりね、それからあのまああれなんていうのか、ウルチカリアっていうんですが、僕らこうかゆいのはできますね、こうちょっと赤くやるとこう真っ赤になってね、ああいうのができるような人があったらね、ああいうかゆい時なんかはね、もうちょっと物に当たってかゆかったりしたらね、水をガブガブ飲んだらいいんです。もう注射するより水飲んだ方がいいんです。水をどん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 飲んだらね、ら水の中にあの血液の中に水がどんどんどん入るでしょ。それでおしっこにシャーッと悪いものが出たらね、それで早く治っちゃうんですよ。僕なんか注射しないでね、その膀胱炎とかね、膀胱炎なんかでも膀胱にバイ菌が入ってる場合ね、早く治そうと水ちゃっちゃかちゃっちゃかちゃっちゃかちゃって水正面シャーシャーシャーしたらね、バイ菌が一緒に出ちゃってね、それっきりいなくなってしまう。僕はそうだから注射するよりもう水飲めって言ったら、これあんま商売にならんけどね。それを水飲みなさいって言って、これで治るんですよ、本当に治るんです。だから下痢なんかしてね、体の中がそういう苦しい時なんかでもね、下痢をしたら水飲んだらいかんないけど、とんでもない。下痢したらね、水がかあのなくなってね、体がこう細くなってね、水分が不足して衰えるから、じゃんじゃん水飲んだらいいんです。そしてね、水でもってまたシャーシャー出たらね、それで毒が抜けてね、新陳代謝がこうギューッと早くなるから、早く治っていくんですね。そういうことを知ってらっしゃるといいですね。だから皆さんもね、ここに天地が一新してね、どんなに悪いことが起こってきても今だかつてそんなものは悪いことではなかったのだと、これが素晴らしい。こういうものの考え方がね、成長の絵の根本的な考え方なんですね。全ては一新していく姿である。今度もね、どうぞ、全てはね、それは全て一新して新しく変わっていく姿である。今度がよく通じてね、皆さん覚えとっていただいて、それから81ページにね、明るさはあらゆるものに喜ばれる、招かないでも明るい人は光線のようにどこへ行ってもそこで喜ばれる、招かれても暗い人はどこへ行ってもやがては嫌われる、明るい人には常に幸福がつきまとい、暗い人には常に不幸がつきまとう。ほら、覚えとってください。もうね、これが今後も素晴らしいですね。光明思想だからね、明るさはあらゆるものに喜ばれる、招かれないでも明るい人には光線のようにどこへ行ってもそこで喜ばれる、招かれても暗い人はどこへ行ってもやがては嫌われる。これは数時間でもいいです、こういうとこは。もう皆さん明るくなったもんね、随分。その次ね、明るい人には常に幸福がつきまとうと、そこだけ数字しておいてください。もうその暗い方はやめといて、明るい人には常に幸福がつきまとい、暗い人には常に不幸がつきまとうって、これは素晴らしいですね、と説かれています。私たち成長の英人は何よりもまず明るくなることです。もうこれは皆さんにたびたび申し上げるけれども、谷口先生がどんなに愛が深くても、どんなに徳があってもね、明るさのない人は本当に幸せになれないっていうことをね、谷口先生がおっしゃるわけです。でまあ私は、医者をして、もうそれからね、僕は皆さんにあんまり過去の話してもね、皆さんが本気にしてくれないか言わないんだけど、私はね、もう本当に心配性でね、心配ばっかりしとった方ですよ、これね。ノイローゼやったことあるからね。みんなね、あんたがノイローゼやったんですかなんて言うけどね、本当なんですよ、これ。そしてね、もうくよ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 してた方ですね。おいせ、もう心配しすぎてね、正直にクソつけてバカつけたようなね、クソバカ正直で。もう、そして、もう取り越し子と持ち越し子の親分みたいなんだった。だから、成長内入らなかったら今頃どうなってるかと思いますね。で、成長内入ってね、どんなに悪いことが起こってもそれは良くなる一方手前であるっていうことを教えられてからね、非常に明るくなったんです。で、心配しなくなりましたね。で、あのまあうちの母が一番よく知ってるんですけど、まあ、私がよく知ってたんですけどね、もう本当にね、あの心配性で、もう自分でこういろんなことを考えてはね、先の先まで心配するような
タイプだったんですね。ところが今ちょっとぼーっとして忘れるぐらいになってきましてね、非常にのんきになりました。そしたら太ってきましたね、こうブクブクと。で医者なんかしとってもね、注射をするんでもね、この一番私がね、今でもこう小さい時から僕はもう5つ6つの時からそういうんだったっていうことはね、今はもう一つだけはね、もう絶対読ませないことはね、親からね、この郵便物を入れてくれって言われるの、これはもう一番嫌だったんですよ。落としちゃダメだよってお母さんに言われるんでしょ。余計心配しちゃってね。それでこれをこうやって持っていくのね、郵便に。で、ポスト行ってね、こう入れてね、コトンと音がしてからね、まだ向こうへね、穴が開いとって抜け取らへんかと思ってね。見たり手を3遍ぐらいこう突っ込んでみてね。それでね、そういうことをあんまりするの恥ずかしいでしょ。ほいでこう郵便物をこう入れてから後でね、僕は今でも覚えとるがね、郵便物のポスト向こうはこう丸いんですよね、真っ赤な郵便物で郵便入れ、それをねこう遊んでるような顔してね、裏見るのね、タータカタータータしてこうねポストをね投げながら3年ぐらい回りましたよ、タータカタ。それで裏に穴開いてるはずはないわね、それでも心配なんですから。で3年ぐらい回ってやっぱり押してらんと思って、それで振り返り帰りよった。であんまり父親が、はあ、これは大事なもんだから言ったら、郵便屋が来るまで待っとったことあるね。それで私の言ったのは、入っとったっちゅうのまで見つけて帰ってきたことあるんですよ。そのぐらい心配者だったんですよ。これ一つでわかるでしょ、皆さんね、郵便箱をね、うるうる回ってね、裏覗いたんだから。こんなもの入れたからっての、裏まで裏へね、こう、郵便箱がね、破れて落ちるはずがないでしょ。近くのほいっぽいって割り込んでね、もう、あとは神様任せや。もう、本当ね、そういうなんか心配者だったんですね。だからそういうことをね、それだったらあんな、そんな気使ってたらね、幸せになりませんよ。だからね、何食っても痩せてね、もう食う一方見なくそうになってね、こう、細かったですね。神経質でね。だったのが、この成長年のおかげです、これは。本当に明るくなってきてね、谷口先生が。僕は先生に褒められたことはめったないんですけども、君は明るいのがいいよって言ってね、それ一つ褒められたことあるね。本当にね、あんまり褒められたことないんですけどね、先生とこう二人で歩いてるとね、時々こうひょっと言われることあるんですけどね、なんか言ってたら、君は明るいからいいよって、明るいから君好かれるんだよって言ってね、言われたことあるんです。だから皆さんね、もう自分がね、こんなに人の世話してるのに、なんか友達から誤解されるとか、うまくいかないっていうとかね、明るさがないんですよ、自分に。それでね、クイクイしなかったごめんなさい。もうそういうことに対してね、友達からね悪く思われないですね。だから皆さんもね、明るさを持つということを一つ努力していただいてね、それにはね、鏡を見て笑うことも大事ですよ。どうしてもね、積極的に自分というものをね、明るく明るく明るくねしていくようにね、努力しなきゃいけない。それでどんなことが起こってもね、もう神様の世界に悪いことはないんだということをね。だからこの私がいつも言うでしょ、こういうね、明るさを持つためにね、僕はもう一番ね、自分の心の底に染みたのは、神の心を動き入れて、言葉となれば、一切の現象を展開して万物があるでしょ。観音論理はね、これがこの一切の現象っていうのは、これが、実相です、これね。神様の心が動き出して、それが言葉となって出来上がった世界。これが現象、実相の世界です。これでね、実相の世界だけども、現象の世界はね、これと同じことで、これを第一創造って言いますね。だから神様の心が動き出して、そして言葉となってそれが出来上がったんだから、この世界に悪いものは本来ないんだという信仰が、これが成長年の実相信仰です。実相信仰ね。ところがこの世界に悪いことが起こってくるっていうのはどういうことかというと、人間の人の心を動き入れて言葉となれば一切の現象はやっぱりこの世界で展開してくるんですよ。だからこれが人の心を、神と人ね、この人の心を動き入れて言葉となれば一切の現象を展開して、これは現象の世界になるわけです。
だから人の心はの中には迷いがあるから、この現象の中に迷いが起こってくるわけですね。いろんな嫌なことが起こってくる。だから神と自分とが一体の心になって、神の御心と自分の心が一つのような気持ちになった時には、この現象の世界がもう実相と同じように現れてくるわけですね。そういうふうに考えられたら、だからもう私はいつもね、神の心動きでという言葉となれば一切の現象を展開して万物なっていうのね、これをこう思い出すんですよ。そういう、だから神様の心が動き出して、それで言葉となって展開した世界ですから、悪いものは本来一つもないんだっていうことをね。それでなぜそれじゃ悪いものが起こるかというと、それは光の実相の世界からこの現象の世界に出てくるときに、私たちの人間の心が迷いがあるから、それを通すときに間違ってるから、これが迷ってくる。これはね、一番いいのはね、こういうコップの中に水入れといて、これにお箸を皆さん入れてごらん。今お箸入れてもいいけどね、ないから入れないけど、入れるとね、これ曲がって見えますよ。これ絶対曲がって見えますよ。お箸入れたらこれ曲がって見えますよ。どんな意味だって曲がって見えますよ、これ。そしたらこの目で見たら曲がってるからって出したら曲がってませんよ、これ。そうでしょ。曲がって見えるんですよ。曲がって見えるから曲がってるじゃないかって出したら曲がってないってことになったら、これどっちが本当でしょうね。だから現象の世界に悪いことがあって、なんか曲がったようなことが起こってるように見えるけども、本当は曲がってないものを、そういうふうに曲がって見えるような世界もあるわけですよ。それを知らなきゃいけないね。だから我々が曲がって見えるから曲がってんだっちゃって、曲がってないものを曲がって見えてんだからね。そういうことを皆さんが知っていただいたらいいわけです。だからこの曲がって見えるものは曲がってんだっちゃって、曲がって見えても曲がってないものもあるんですね。そこのところがこの実相と現象とのね、話、これが一番ね、深い話で難しいんですけどね、これを知ってくると成長の意味本当に分かってくるわけです。ですからこういうふうにしてね、皆さんがね、神様の心が動き出して言葉となってね、それが出来上がった世界に悪いものはないんだと、どんなことが起こってもね、それはね、良くなる前提であるということをね、考えられたらいいんです。そういうふうに常に考えとってください。だからあれでしょ、川の底へ海の底でもこうドバーンと飛び込んだら、一番そこまでついたら必ず浮かびますからね。そこへ掴むうちはバタバタバタと慌てるけど、まあ、ついでに着くのは早く下へついたらポンとやれば上へ出てくるんですからね。悪いように下へ下がった時に今度は必ず上がってくるんだっていうことをね、知ってらっしゃったらいいわけです。はい、そしたら明るくなります。じゃあ次行きましょう。私たち成長の英人は何よりもまず明るくなることです。はい、その次ね、自分の命を生かす、生命を生かすにはどのようにしたらよいでしょうか。皆さんがね、自分の生命をね、最も生かすのはね、どういうふうにしたら生かすかっていうこと。毎日何事か人のためなる仕事を、ためになる仕事をせよ。そのためになる部分だけが自分の生きた命である。これ続いておいてください。私はもうこれをね、教えられた時に本当にそうだなと思いましたね。ためにならない部分の生活は死んだ生活である、自殺の生活であると書いてあるでしょ。自分のことだけ考えて、そして喜んでるような世界っていうのは自殺してる生活みたいなもんだっていうことを書いてあるでしょ、ね、これはすごいですね。死んだ生活である。毎日何事か人のためになる仕事をせよ、そのためになる部分だけが自分の生きた命である、生命である、命であるですね。日自殺の生活を送らないように心がけるものだけが大きく成長するのである。何よりも自分に親切であることである。これ推進してください。何よりも自分に親切であること、人に親切になろうという前に自分に親切であることですね。そして自分に親切であるには、常に振り返ってみて、人のためになるために今日何事を成し得たか、それによって自分の命がどれだけ生きたかを反省しなければならんと。そうですね、夜寝るときにずーっとこう反省してみて、今日一日どれだけ人の役に立ったかなっていうことを考えてみるとね、楽しいですよ。人の役に立ったときはね、一番楽しい気持ちがしますね。自分のことだけ考えてると、なんとなくこう考えてる人はね、本当の喜びが湧いてこないですね。だから皆さんね、こういう人のためになる
この生活が生きた生活である。この非常に強いですけどね、そのためになる部分だけが自分の生きた命であるっていうところね、よく皆さん知っていただきたい。